JR 北海道によりますと、昨年度は列車と鹿の衝突事故が3145件発生し、初めて3000件を超え、過去最多となりました。路線別では、宗谷線での発生が多く、衝突件数は前の年度に比べおよそ3割増えています。昨年度は熊野衝突や発見も過去最多の71件となり、このうち宗谷線で32件と、 4割以上を占めたとということです JR 北海道は鹿との衝突対策について影響の大きい区間では柵を設置しているとしています。